航空自衛隊には F-15J という戦闘機があるのを知っているか？スタンドオフミサイルとか搭載する予定なのよね。ああ。だが、現在2400億円以上の近代改修プログラム代金をアメリカから請求されているんだぜ。ちょっと大丈夫なの？ということで今回は、航空自衛隊戦闘機 F-15J 米国が2400億円以上要求で近代化改修プログラムが暗礁？最新ニュースでは543億円で、スタンドオフミサイル搭載、搭載弾薬数の増加、電子戦能力の向上へ、お送りするぜ。お願いね。冒頭でも話したが、F-15J の改修プログラム導入にはお金がかかりそうだ。うんうん。F-35 戦闘機導入により近代化が図られている日本だが、F-15 戦闘機の近代化改修には、高額な予算がかかる見込みなんだな。財政なんだわ。ああ。航空自衛隊が運用している F-15J、通称イーグルの性能を向上させて運用期間を延伸するためには近代化改修が必要だ。そうよね。そのため、改修にかかる費用が大きく膨らんだことで暗礁に乗り上げているのが現状なんだぜ。F-15J 以外にも F-35 もあるんだから回収しなくていいんじゃないの？まあ、航空自衛隊では現在第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入が進められているが、2021年においてもその主力戦闘機は1981年から30年運用され201機を保有する F-15J イーグルなんだな。現役すぎー。さて、この現役すぎる航空自衛隊の F-15J は、その調達時期によって装備、特にアビオニクスに違いがあるんだ。アビオニクスって何だっけ？簡単に言えば、航空機に積まれる電子機器のことだな。ほほう。大きく分けると JMSIP と称されるアメリカの MSIP 段階的能力増強計画に相当する。多段階能力向上計画以前に製造された機体と、この計画以降に製造された機体とに分けられるんだ。やたら難しいんですけど。こちらも簡単に言えば、能力のアップデートを行える機体と行えない機体に分けられるということだぜ。そういうことね。JMSIP 機はタンザの J 型899号機、福座の DJ 型63号機以降に適用されており、それ以前の機体はプレイム SIP 機と呼ばれている。JMSIP 機にプレイム SIP 機ね。ああ。ただし、プレイム SIP 機の中にも定期修理に入った際に JMSIP 機に改修された機体があり2014年時点で102機が JMSIP 機とされているんだな。ふむふむ。2018年12月に公表された平成31年中期防衛力整備計画において、このプレイム SIP 機98機後に計画が変更されたタンザの F-15J 約70機となったに対してさらなる能力向上のための改修が計画されたんだ。ほほう。そこで、当時ボーイングが開発を進めていた最新改良型である F-15EX イーグル2の機能を組み込むことが決定した。いわゆる再改修ね。そういうことになるな。この F-15J 再改修は JSI と呼ばれ、アメリカのレイゼ音声 AESA レーダーである、ANAPG-82V1、ハネウェル製 ADCP-2 ミッションコンピューター、イギリスの BAE システムズによる ANAL9239DEWS 統合電子戦システム、JMSP 任務計画システム、SASM GPS モジュール、ARC210 通信機に換装あるいは追加搭載されることになっているんだ。ちょ、多すぎない？まあ、それだけアビオニクスを多用する時代ということだな。もう何がなんだかわけわかめだわ。また、長距離射程が売りの AGM-158 統合空対地スタンドオフミサイルジャズム ER や、その空対艦ミサイルであるロラズムの搭載も可能なんだぜ。兵装も強いわね。ああ、C 国海軍艦艇を艦対空ミサイルの射程圏外から攻撃するスタンドオフ攻撃能力を持っているのは強いな。でも、回収費用が高すぎて困っているわけでしょ？そうだぜ。計画当初は870億円と見積もられていた改修費用が、設計費、部品購入費、必要な工具類の購入費などの高騰によって初期費用が2400億円以上に跳ね上がってしまったんだ。まあ円安ですし、日本とアメリカ両政府による価格交渉を実施したものの難航し、これらのことから当時の岸防衛省が、改修計画について議論をしたんだが、2020年度防衛予算に計上することは見送られた。高すぎよね。この改修内容の中で長距離空対艦ミサイルロラズムの導入についてはアメリカ空軍が F-15 に統合する予定がなく、統合に必要なソフトウェア改造費用や検証テストに関連する費用を日本が負担する必要があるため、改修費が大きく高騰した最大の原因だと言われている。アメリカさんももう少し負けてくれていいのに。
そのため防衛省は、今回はロラズムの導入を諦めることで回収費用の大幅な低減が見込めるとして回収事業の継続が決定したんだ。まあそれしかないわよね。2022年度防衛予算の概算要求では具体的な金額を明示しない事項要求としてアメリカ側との交渉を継続した。結局どうなったの？その結果、5520億円にまで膨らんだ回収費見積もりが当初予算3240億円に近づく3970億円にまで抑えられたんだぜ。十分高いけどね。それでも、2022年度予算に回収費を盛り込む方向で最終調整に入ったと2021年12月11日に報じられたんだ。一安心ね。ああ。これによって F-15J の対応年数が延伸されることになり、F-35A、F-35B の配備完了と次期戦闘機実用化までの運用が可能となったわけだぜ。うんうん。一方で射程距離 900km とされるロラズムなどの対艦ミサイルを保有していない自衛隊は、C 国海軍艦艇へのスタンドオフ攻撃が不可能なままだ。ちょっと自衛隊も装備した方がいいでしょ。防衛省では、C 国海軍艦艇へのスタンドオフ攻撃能力の保持が尖閣諸島や南西諸島の防衛力強化の柱としているくらいだからな。何かロラズムの代わりはないの？ロラズムの代替案としては、2020年12月18日の閣議において陸上自衛隊が運用する射程約 200km とされる。1二式地対艦誘導弾の射程延伸と発射プラットフォームの多様化地発型間発型空発型の開発が行われているんだ。よかった。この1二式地対艦誘導弾能力向上型は三菱重工が主契約者となっている。三菱重工なら安心だわ。そして、長射程下に適する大型の展開型主翼の装着やジェットエンジンの作動領域拡大が図られるんだぜ。おお。さらに、レーダー反射断面積低減によってステルス性を高めるため団体形状のエッジ部分を処理し、地上誘導装置との人工衛星経由でのデータリンクの技術開発なども進められる予定だ。それで射程距離はどれくらいになるの？射程距離は、現状の 200km からまず当面は 900km への延伸を目指し最終的には 1500km にまで延伸する予定とされている。すごい高射程だわ。この1二式地対艦誘導弾は、全長約5メートル直径約35センチ重量約700キロで、車両搭載型のため移動が可能なのが特徴だ。ほほう。搭載センサーによる管制誘導と人工衛星による GPS 誘導によって敵艦に接近し、最終的にアクティブレーダーフォーミングで目標を捉えるんだぜ。かっこいい。陸上自衛隊では南西諸島において、この12式地対誘導弾を運用する地対艦ミサイル連隊の新設配備を急いでいる。うんうん。2021年末現在で奄美大島の瀬戸内分屯地、宮古島駐屯地に配備済みの地対艦ミサイル中隊に加えて、2023年には沖縄本島うるま市の勝連分屯地に連隊本部を設置して、同分屯地と石垣島に新設の地対艦ミサイル中隊配備を計画しているんだ。C国への抑止力が高まるわ。そもそも、現在運用中の1二式地対艦誘導弾の射程距離では、尖閣諸島近海が射程圏内ギリギリであるため C国艦隊が接近してからでなければ発射することができない。ギリギリじゃねえ。また一度に発射できる本数が少ないため大きな抑止力とはならないんだな。それじゃダメよね。しかし、射程距離が延伸された能力向上型が完成し配備されれば 900km の射程距離によって九州南部からも南西諸島全域をカバーすることができる。一気にゲームチェンジャーだわ。さらに 1500km まで延伸されれば本土各所に部隊を配置することが可能となり C 国艦隊を牽制する大きな抑止力となるんだ。ほほう。また、航空自衛隊が導入を進めている F-35 にはノルウェーのコングスベルグ社製で射程距離が 500km の JSM 空対艦ミサイルが装備される予定なんだぜ。悪くない射程距離ね。ああ。だから、1二式地対艦誘導弾能力向上型の開発が完了するまでの間、C 国艦隊へのスタンドオフ攻撃を担うために使われるらしい。うんうん。しかし、スタンドオフ攻撃については自衛隊の専守防衛理念から外れるとして反対する勢力が日本国内に存在するんだ。いるわよね。政府が進めようとしている敵基地攻撃能力の保有にも抵抗しているようなんだな。迷惑すぎでしょ。そして、それらの勢力は先制攻撃への反対を唱えるだけでなく、自衛隊が攻撃を受けた際の反撃についても難色を示している。ちょっと、攻撃されてもやられてろっていうの？そうなるよな。自衛隊が身動きできないように縛り上げて重い足かせをつけようとしているかのようですらあるんだぜ。足を引っ張らないでよ。現状を理解せず理想論ばかりを主張する勢力を黙らせるために、日本政府は尖閣諸島有事や、
台湾有事において自衛隊が制約を受けることなく日本を防衛できるようにするべきだな。そうよね。自衛隊の行動を制限する法律の改正と整備に急ピッチで取り掛かるべきとする声が大きくなりつつあるのも事実だぜ。うんうん。最新のニュースでは、アメリカ国防総省 DOD はボーイングに日本の F-15 の近代化改修プログラムとして約 543.6 億円以内での契約をしたんだ。ついに決定したんだ。ああ。DOD プログラムは、航空自衛隊 F-15 の改造、4機の兵器練習機の開発試験納入を含む統合システムの設計開発を想定している。うんうん。今回のボーイングの業務は、F-15 プログラムで最新の F-15EX の開発を手掛けるセントルイス工場で実施されるんだ。最新の F-15EX 早く見てみたいわ。見てみたいよな。ボーイングが与えられた今回の契約は、アメリカによる日本との対外有償軍事援助 FMS を活用した事業で、2028年12月31日完了予定だぜ。うんうん。DOD がボーイングに FMS による契約を与えたことで、南西諸島や日本海側での防空任務で重要な役割を果たす F-15 の能力向上の進展が期待されるな。日本を脅かす輩に F-15 で活を入れてやるのよ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。